フリーダム宇宙ステーションは、アメリカ航空宇宙局が計画していた、地球の衛星軌道上に建設する、高級的な有人宇宙ステーションの名称である。当時のアメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガンの承認を受け、1984年の一般教書演説で発表されたが、当初の計画通りには建設されず、数度の削減を経て、計画の一部が、 国際宇宙ステーションに引き継がれた。1980年代初頭、スペースシャトルの完成を受け、NASA は大型で、高級的な有人宇宙ステーションの建設を提唱した。当時の NASA 長官であったジェームズ・ベックズは、これは宇宙開発の次の必然的段階であると言った。いくつかの点で、それはソ連のミール宇宙ステーションに対するアメリカの回答となるはずだった。 NASA は、後に、フリーダムと呼ばれることになる。この宇宙ステーションに、人工衛星の軌道上修理場、宇宙船の組み立て場、天文学者の観測所、科学者の微小重力研究所、企業の微小重力工場の機能を求めていた。レーガンは1984年に、フリーダム宇宙ステーションの建設計画を発表し、我々は、遠い星への夢を追求し、 平和と経済と科学の発展のために宇宙に住んで働くことができると述べた。大統領の発表を受けた NASA は宇宙ステーションが潜在的にどのような利用可能性を持っているか、科学研究と工業利用の両方について、またアメリカ国内だけでなく国外に関しても検討を開始した。これにより数千件もの可能性のあるミッションと搭載物のデータベースが作成された。 地球低軌道で行うミッションだけでなく、惑星探査計画に利用する可能性も検討された。1980年代から90年代初頭には、スペースシャトルの数回の飛行で、宇宙ステーション建設技術の実験や実証を行うための船外活動が行われた。最初の基本設計を決定した後、さらに幅広い検討が行われ、 宇宙ステーションの大きさと費用は増大した。1984年4月、ジョンソン宇宙センター内に新設された宇宙ステーション計画事務所は、今後の計画の基本として用いられる最初のリファレンスコンフィギュレーションを策定した。ここで選ばれたのは、中央のキールの下端に5つのモジュール、上端に関節を持つ太陽電池パネルを取り付け、サービス米も有する。 パワータワーと呼ばれる案だった。1八十五年四月、NASA は定義検討作業と予備設計を発注し、建設費の増加と長期的な運用経費の削減を比較してトレードオフが行われた。1八十六年三月、システム要求検討会議でより良い微小重力環境が得られるようにモジュールをトラス中央の重心に近い場所に移し、二組の 大きなキールでトラス構造の量を増加した二重キールデュアルキール設計に構成を修正した。国際協力体制が組織されたのでアメリカの研究モジュールは2つから1つに減らされ、代わりにヨーロッパと日本のモジュールの設置場所が加えられた。さらに設計の無駄を改善するために全面的な洗い落としスクラブの作業が行われ、 多くのシステムが修正、または削除された。宇宙ステーションに備え付ける予定だった、機動艦輸送機は延期され、居住モジュールは8名の乗員が利用するものを一つだけ設置することになった。1986年5月に NASA は組み立て初期段階で乗員が滞在できない状態の宇宙ステーションをスペースシャトルのドッキング中に作業を行うことで、 研究活動に利用できるようにする組み立て計画を作成した。この状態は訪問宇宙ステーションとも呼ばれた。スペースシャトルチャレンジャー号の事故の後、宇宙ステーションの有効性と安全性を再評価し、設計を見直すために評価決定作業チームが編成された。チャレンジャー事故後に検討された安全対策を踏まえ、細部設計や組み立て手順の変更を考慮しつつ、 二重キール設計を使うかどうかが検討された。ジョンソン宇宙センターは宇宙ステーションの組み立てに必要な船外活動の量とチャレンジャー事故後の安全策のためにシャトルの輸送能力が低下していることに懸念を表明した。1986年9月にチャレンジャー事故後の基本計画を踏まえた計画費用見直し報告書が作成された。この報告は NASA が確実な根拠を持って、費用とスケジュールを確定することを目的としていた。報告書では、20キール構成の費用は182億米ドルで、初回要素打ち上げの時期が、当初の1993年1月から1994年1月にずれ込むことが明らかになった。修正基本構成20キール構成が完成した状態の予想図。 太陽電池パドルやラジエータの構成は後の ISS とほとんど同じになっている。1986年後半、二重キール構造の見直しと並行して NASA はより安上がりな新しい基本構成の検討を行った。この設計は、まずモジュールを中心としたスカイラブのような宇宙ステーションを建設し、 段階的に二重キール構成へ組み立てていくというものだった。このアプローチは二つの段階に分かれていた。第一段階では中央部のモジュールと横方向のトラスを設置するが、枠のようなキールは設置しない。太陽電池パネルは 75kW 以上の電力が確保できるよう取り付けられるが、極軌道プラットフォームと軌道上作業場の設置はさらに延期された。 報告書は、費用を抑えて否定的影響を最小にすることで、計画は実行可能になったと結論づけ、新たな計画を修正基本構成と名付けた。新計画の開発費は153億米ドルで、フェルは1994年の第一四半期を予定する。この計画は百八十七年九月に国家科学研究委員会で承認され、二段階の 設計を決定する前に長期的な国家目標を定めるよう勧告された。1986年から1987年にかけてアメリカの宇宙計画には様々な検討が加えられ宇宙ステーションにも影響を与えた。彼らは修正基本計画をさらに縮小するよう勧告した。そのうちの一つは4人の搭乗員が180日間滞在するようにして 運用や補給のために飛行するスペースシャトルを年間5便とすることだった。1988年9月、NASA は最終的な宇宙ステーション開発計画の10年間の契約を締結した。計画はようやく実際に機材を製造する段階に移行した。フリーダム宇宙ステーションの設計は1989年の後半に微修正され、 1990会計年度の予算は20億5000万米ドルから17億5000万米ドルに削減された。度重なる予算削減で最初の打ち上げは1年延期され、1995年3月になった。宇宙ステーションが高級的に有人化されるのは1997年、完成は1998年になった。 1990年宇宙開発イニシアチブにおいて宇宙ステーション建設計画はフリーダムと命名された。1990年にフリーダムの重量は予定を23%超過し、費用も増加して組み立ては困難になり、一方で電力供給は十分でないことが判明して計画は混乱した。1990年10月、 議会は1991年度予算を25億ドルから19億ドルに削減するよう再設計を要求した。NASA は1991年3月に宇宙ステーションの新しい設計を公表した。フリーダム計画の費用超過とロシアの財政問題から NASA は NPO エネルギアのメールにを利用することになった。1993年11月、フリーダムと ミールに、ヨーロッパと日本のモジュールは一つの国際宇宙ステーションに統合された。NASA が宇宙ステーションの費用を過小に見積もったことと、アメリカ議会が計画に十分な資金を拠出することに乗り切れなかったことから、フリーダムの設計と建設は定期的な見直しと再検討を受け、さらに遅れた。1984年から1993年に、 かけて7回の大きな設計変更があり、その度に容量や能力が減らされていった。開始から10年経っても、レーガンが予想したようなフリーダム宇宙ステーションは完成しないどころか、いまだに宇宙ステーションを建設するためにスペースシャトルが打ち上げられたことすらなかった。1993年までにフリーダムは政治的に前進していなかった。アメリカの政権が交代し、 議会は宇宙ステーションにこれ以上の資金を注ぎ込むことに嫌気がさしていた。さらに宇宙ステーションには未解決の問題があった。再設計により科学研究能力の大半は削除され宇宙開発競争はソ連の脱落で幕を閉じた。NASA はクリントン大統領にいくつかの提案を行ったが依然としてそれらはこれまでと同様あまりにも効果だった。 1993年6月、アメリカ会員で宇宙ステーション計画を中止する法案がわずか一票差で否決された。同年10月、NASA とロシア連邦宇宙局は双方の計画を一体化して国際宇宙ステーションとすることに合意した。フリーダム計画が縮小され、アルファと呼ばれるようになる頃には計画は軌道に乗り、多くの構成要素の設計が完了し、 実際に飛行する機材が製造されたが、上員機関機など一部の機材の開発は中止された。1993年、クリントン政権はフリーダム計画を国際宇宙ステーション計画に変更することを発表した。ダニエル・ゴールディンナサ長官は、ロシアの計画参加を監督した。縮小した予算に合わせて、宇宙ステーションの床面積は47。 平方メートルから33平方メートルへ縮小し、NASA が提供する部分の滞在人数は7名から3名に減らされ、機能も削減された。ありがとうございます。